さんこんにちは、ファミツアップ編集部の岩田ジュビロです。そして大川さくらです。からの浮田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のシャドーバースの動画はですね、はい、こちらです。はい、おじゃじゃーん。こちら、6月18日に発売されましたシャドーバースウェハース、はい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 、こちらを、まあ、ただパック開封するだけじゃなく、はい、まあ出たカードの思い出を語っていこうじゃないかと、うん、いいですね。シャドーバースも6月17日で2周年経ちましたから、おめでとうございます。我々もね、はい、もう2年シャドーバースやってるということで、そのいろいろなカード、段のカードが入ってますんで、はいはいはい、これをどんどん上げていこうじゃないかと語りながらね。なので今日はそんな面白い話はないです。面白い話していかないと。あーいいね。おーすげー。いやいやいや、来ましたよ来ましたよ。普通にカードパックみたいな、ほらいいっすか。うん、はい。ね、おお。マキナですよ、マキナ。ね、表紙はマキナ。マキナアザゼル。あ、はいはいはい。へえ、マキナなんだ。はい、全部で29種プラス1種ということでね。シークレットカードがありますと。なんだなんだ。一応裏にもう、はい、振り分けっていうかあれですね、内容書いてありますね。ちょっと何のカードが入ってるかは書かれてますね、そのシークレットを除いて、うん、はい、ね、このチョイスもなんでこういう風になったんだろうね。天空城入ってるからな。ね、本当だ。天空城入ってるわ。気をつけた方がいいですね。段も本当いろいろありますね。卵の大爆発、トイソルジャーとかもいるのか。シークレットなんだろうね。シークレットなんだろうね。ミスターシャドーバースかな。誰？バハムートバハムートでしょ。バハムート。いやでも俺バハムートっぽいよね、なんかね。木村Pじゃない？実写。あ、それ出たらすぐ分かりますね。はい、じゃあちょっと早速、はい、誰から行く？いやちょっと岩田さん、ちょっと俺から。じゃあ桜井君から行こう。いいっすか。さあ行きましょう。記念席一発目シークレット。おお。なになに。こちら高き森の偉業。おお、すごい。レジェンド来たね。しょっぱだから。ちょっとかっこいい。こうして見るとかっこいいな、偉業って。まじまじ見るとかっこいいんだよな。このフレーバーボイスもちゃんと書いてあってね。スタッツ以外にも。そう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 。もうちょっと。なんて書いてあるの。いや読めないね。これは突如として神秘の森に現れ、音もなく周囲の自然を犯し始めた、うん、まあ、このフレーバーテキストってさ、ほんとロード画面でしか見ないからね、うん、でもさ、でもこれあれっすよ、やっぱりカード詳細で見るとね、すごい、あこんなカードなんだな、好きになった。でもさ、何異業ってさ、思い出語るの難しくない？でも俺もう速攻感だよ。このファミ通アップのシャドーバース動画、生放送いろいろありましたけど、異業の思い出一つだけ俺もう速攻感だ。 あったさあ、タイガー桜井の異業の思い出、うん、はい、思い出トーク。いや、こいつはいいやつだったよ。あれですよね。あれもう下持ちする？もうしてない？もうしたっけ？異業はワンドリじゃなかったっけな。嘘。あ、ワンドリは BB か。もうそれぐらい記憶が薄い。ワンドリは BB だから。いや、あのとりあえず異業は、うん、あの我々ね、あの深き森の異業を使いたいっていう生放送で。はい、まあ2時間ぐらいプレイして一度も異業で勝てなかった。その放送のために。そうです。俺とタイガーさんで結構考えたんだよね、デッキをね、前から終わったね、作ったけど結局放送でね。ああ、よかった、一致して、うん、はい、まあそれあって異業を救いたい一心でね。そう、そういう企画をやったんですけど、あのエンシェントフォレストドラゴンとかで、そう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 、あのね、あの選択されなくしたりとかね。そう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 、白狼で出したりとかさ、本当に勝てなかったよね、生放送中。それでランクマッチってね、はい、結構 MP 削られましたね。そうですね。異業は、はい、あぶね、プレミアム率とかあった。ソーランだ、まだ生きてるわ。まだ生きてるね。あと、あとでももう次の診断でいなくなっちゃうからですね、ソーランってことは。なるほどなるほど。まあ今だったらね、あの544の狼からね、あの出して失踪つけて殴ることもできますから、はい、皆さんぜひ。やらんわ。もう死んだ。異形の宣伝みたいな。いやー、でも最初からちょっといいネタ来ましたね。ちょっとな、懐かしい。面白い。ね、はい。じゃあ続いてウルフさんいきます。いいっすか、ちょっと。ってか俺普通にウェハースも。な、何味？ウェハース。バニラ。ウェハース美味しいっすよね。バニラウェハース。これね。もうゆっくり食べないと。はい。なんかね、食堂に刺さるやつ。わかる。よく噛んで食べましょう。水と一緒にね。
さあ何が出るか。さあウルちゃんの思い出のカード。おお、これはもう、もうまさに旬、語れる、旬すぎる。何、さあ俺が出たのはこちらです。ああ、アーサー。アーサーですよ。いやまあこれはもうね、騎士をアーサーと言ったらもう直近の0時で、うん、もうアグレモさんと俺と岩田さん0時出たんですけど、もうみんなで強化合宿やった時、これでこれはもうロイヤルでアーサーばっかりずっとやってましたね。そうね、ロイヤルミラーで特にね、はい、いかに先にアーサーを出すか、そのためにガウェインを出すか。いやまさに今のカードですねこれ、アーサーは、うん、アーサーはね、やっぱあのバフムト君が落ちてから、はい、もう相当裏ついてますよね。確かにね、でもあれよ、あの普通にアンリミテッドでもめっちゃ強いみたいですからね。まあ乙姫じゃないんだ。乙姫じゃないっぽいです。普通にミッドレンジロイヤル、やっぱアルベールもいるから、うん、アンリミだとガチ強い。アンリミでもアーサーめっちゃ強いみたいで、やっぱ守護が出てくるとか、なんかそういうメリットあるんですかね。そう、アンリミって今守護2枚出ますからね、ナイトベアと、そうかそうかそうか、ランサーで出るね。あとこれ、そういえばあともう一個あれだわ、思い出あったわ。ムジョックスさんとクイズ大会やったじゃん、昔の動画でさ。このアーサーのここのさ、この旗の部分がさ、そうだそうだ。で、岩田さんがクイズ考えたっすね。そうだ、俺がクイズ考えて、で俺当てたよね、あれ当てた、タイガーさん当てたんだよ。当ててんだよ。そう、ムジョックスは、うん、アレキサンダーを行ったんだよね、うん、そう、画像、そうそうそう、画像の一箇所で、ね、超アップして、どのカードかって当てるやつやってたよ。そう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 、あの時あんまアーサー環境見ない時だったから、そう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 、そうでも速攻、確か桜井くんさ、これアーサーじゃねえ、この赤い旗がね、赤い旗を目印にして気づいたんだ。そうだ、そうそうそう、いや面白かったあれは。またやりたいですねクイズ大会ね。やりたい、あれ面白かったよね。いや、いい思い出語るね。いや思い出してたもん、語るね、語るね。はい、じゃあ私行きましょうか。やったぜアーサー、これいいな、ちょっとウィハースも食べよう。いやこれね、はい、スペルとアミュレット出したらダメっすよ。語れることがあれだから。スペルアミュレット出した人負けっす、罰ゲームみたいな。そういう変な出た、うん、ハゲ。いいカード引きますね。あら、もうこいつはね、うん、まあ俺はあんまビショップ使ってなかったっすけど、はい、でもダークネスエボルブのやっぱ疾走ビショップが強かった時に、はい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 、一番ビショップ使ってて、うん、でめっちゃ活躍しましたね、うん、もう今皆さんこれね、鉄槌の僧侶なんか言わずにハゲって言いますからね。もう確かに相性は本当はね、良くないんですよ、ゲームメディアとしてね、はい、名前を、カードの名前とかキャラクターの名前をね、その相性とかで言うのは、うん、なんですけど、ハゲの方が伝わりやすいから。だからもうハゲですこいつは。確かに。いやもうハゲも2歳っすよ。そうね、2年間現役っすよ。一度もこのビショップから外れたことないんじゃないですか、ね、うもうずっとこのままいなくならないですからね、うん、もうプロフェンとかはね、取って代わられたけど、うん、ハゲはハゲ、悪行はそこまでじゃない。ビショップはね、ビショップですよ、これがいるからね強いんですよ。4勝目が本当に3勝滅がね、うん、でハゲ来るなって何回思ったか分かんないもん俺。シャドーバーやってて絶対来るから、絶対来るから。相手にすると絶対4ターン目、ここはね、うん、相手はハゲを出す、絶対出てくるんだよこいつ。すごいやつだよ、まあ、次のターンは分かんないですね、うん、次のターン進化フォロワー強いの来るんでビショップ。ああ、確かにね、しかも抜いてる時もあったよね若干、先行が強いみたいな。タイガーさんとか結構そういうデッキ組みますよね、なんかハゲ2とか、もう上振れね、うん、上振れ、ハゲはいつも2なんですけど、うんうんうん、もうゼロのもう上振れデッキの時はある、うんうんうん、けどやっぱ高校だったら欲しくなる絶対、うん、間違いない。ハゲ引いてきたの、いやいいですね。じゃあ次桜井くん食べ終えた、じゃあもう一周いきますか。はい。食べて食べれないですよ、あと食べましょう。よし違う、えあ、本当だ、2パターンあるってこと？あ、そういうこと、それとも、あ、2パターンあるんだ。2パターンあるわ。なるほどね。2パターンある。はい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 、本当だ。じゃあフォルテの方を開けます。はい。これ何、20袋入りか。そうですね、1箱で2500-2600円でしたかな。じゃあ全種類が揃うわけじゃないですね。そうっすね、はい、こちらです。どう出ないかな。オディール。おー、
割とラックスワンオディールと可愛いな、ね、オディール絵がいいんだよな。こいつがさ、はい、やっぱ PV に出てたっていうので印象が強いっすね。そうっすね。確かに確かに確かに。あのワンドリ、ワンドリだっけ、ワンドリだったかな、ワンドリだよね、確か、はい、ワンドリの PV に普通にね、はいはいはい、出てて、しかもその後ネクロで普通に使われるようになって、うんうん、こいつはマジ顔似てんが偉いんですよ。顔似てんが偉いね。顔似てんが偉い。なるほどね。うん、まあ今でも全然みんな入れてるしな、オディールは、うん、まあネクロ AOE が微妙なんで、うん、こいつは強いですね、結構、うん、結構さ、なんかバーに出しすぎちゃうとさ、オディールがさもうノーリスクで出ちゃうじゃん。そうですね、相手にさ舞台並んでるとぶっ刺さると、そうそうそう、それが怖いですね、うん、はい、これは次の環境も使われるカードだと思うんで、うん、ケアしましょう。タイムさんあんまネクロ使わないよね最近。初期の頃すごい使ってたのね、うん、初期はもう完全ネクロだったけど、オディールになってからオディールは結構使った。オディールはあんま使ってないですね。そうだよね、あんまりイメージが湧かない、うん、ネクロミラーの時ね、前回、うんうん、前回の前々回かな、うんうん、あのネクロが一番強かった時にはオディールでネクロミラーを見た目立ってるしてたんだろうね。してたね、してましたね。俺がメタられたんだから、はい、クルちゃんのあのね、なんだっけ、ゴブリンなんとかみたいな、ゴブリンリーダーエンペラーでしょ、アグビエンペラー、そういう戦いもありましたね。ありましたね、クスさんと、まあ、あのホワイトスワンの方も、はい、使ってね、使っ、うん、軽いな、使ってね、はい、はい、でもこれ結構ウエハース甘いね。甘いんですよ、そう、そうなんですよ。ちょっと待って、お茶とかコーヒー飲まないと。たまにホワイトスワン残るじゃん。うんうんうん、オディールが残る、あ、うん、違うやつ攻撃してきて、確かにこれ取らざるを得ないって言ってね。そうそうそう、あるある。あのホワイトスワンね、うん、進化させるとたまに偉いんですよね。なるほどね。そう、回復してくれる。なかなかないケース、ね、回復してくれるんですよ。じゃあちょっともう一、はい、いきますよ。じゃあちょっと俺まだ、俺ちょっとまだ食べれてないけどね、ちゃんと食べますんで、後で必ず、ね、そうです、ちゃんと食べます、後で食べますから。じゃあちょっとね、これ、かぶりないのかな、かぶりとかはないのかな。まあ二重失敗、いやでもかぶらないと思いますよ。かぶる可能性も全然あると思うけどね。おお、かわいい、めっちゃかわいいの来た。何、あ、フェアリーサークル。フェアリーサークルね、これ超かわいいな。フェアリーサークルちゃん実はかわいいです、ね、てかスペル引っちまった。いや負けた負けた。いやかわいいなフェアリーサークル。いやフェアリーサークルまさかスタンダードのカードだと思わなかったな。フェアリーサークルはもう、うんうんうん、プライズだと確かに確かに、はい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 、はい、落ちちゃってマジか。そっか、最初の頃からほんと使われてたからね。みんなおいで、メイフエルフから、新入者さんと遊びましょうって書いてある。フェアリーサークルはね、これ難しいカードだよこれ。書いてあることは、書いてあることは簡単なの、ね、そう気軽に開けちゃダメなんだよね。奥が深すぎるのよこれ本当に。奥が深いカード、うん、もっともっともっとフェアリーサークルの思い出。いや俺もチョモスさんが出てきちゃってる。いやフェアリーサークルはね、あとはね、思い出といったらですね、ねとりあえずこれね、あのね、フェアリーが2枚手札にね加わると、うん、それはまあこうかな。なんで、まあ、1ターン目にさフェアリーサークル打つと2ターン目につながるんですよね。うんうんうん、気持ちいいなって。フェアリーサークル、フェアリーエンシェントだよね。そう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 、それが言いたかったんですよ。それよ、あのムーブ、あのムーブね。そう、でもね、ちょっとあれいいんじゃねって思うと、ちょっとこう歌う目が手札焼けちゃったりしてね、ふわーね、ここだと焼けます、ね、そうそうそう、エルフメイジとか進化させようとみたいなね、あったね、ありましたわ。ちょっとね、俺ね、エルフね、思ったんですけど、マジ最近エルフマジでちょっと数が少ないんで、ちょっとやマジでやんなきゃなっていう。あ、やってないと、はい、2年配信されてて、やっぱやらないクラスってやらないよね。やっぱそうっすね、なんか得意不得意は出したくないですけどね。なんだろうね、あれ。でもこの間の晩成でね、はい、やっぱね、エルフを使えないとね。そう、次の俺たちのレジに向けてね、エルフをやってこう。おほお、ボンキマエラ。ボンキマさん渋いとこ来たな。なんかさ、さっきからキーカード引いてなくない？アーサーぐらいか。ボンキマさんもさ、深いカードだ。
うん、ラストワード、ね、飛行士つけるのに開けてからつけるのか、うん、確かにね、内蔵した入れたままつけるのかみたいな。ボンキマでもボンキマ一番活躍したのはやっぱなんだっけ、シャドウリーパー時代ですかね。はい、ボンキマからのシャドウリーパーさんは、うん、ね、ボンキマリーパーリーパーでしょ。そう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 、すごかったな。しかもこいつ進化すると割とゴージャスになったね。あ、そうなんですよ。 金色っていうかなんかちょっと金がかかる、骨じゃないね、これ。そうですね。あんま進化させることないからね。はい。ボンキマ。でも俺個人としてはね、うん、俺もあんまネクロマンサー使わないんでね。ああ。ボンキマさんはね、あれだね。どちらかというとムクロの方が記憶あるかも。ああ。ムクロでちょっと使ってたみたいな。うんうんうん。3ターン目が帰ってきて4ターン目にこいつ開けて、そう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 、確かに確かに、ムクロと、うん、まあでも参考作ボンキモもだけどスカルリングとかもありますからね。なんか、まあ、今はスカリン、はい、ボンキモが落ちてスカルリングになったと、はい、うん、アンリミだとどっちがいいんだろうな、まあ、ムクロだったらスカリンっぽいですけどね。まあそうですね、確かに、まあ、こいつはこいつでやっぱりすごい偉い、うん、まあね、魔将軍ヘクターと相性抜群ですからね。うん、シャドウリーパーもさ、はい、一時いなくなってさ、ナーフされてさ、はい、だけどなんかレイジで結局みんなシャドウリーパー使ってたみたいな、うん、はいはいはい、3で、そう、うん、ことありましたよね、はいはい、3だったっけ、シャドウリーパー3コス、今は3コスです、今3コスか、今は3コス、2コスだったんだよね、あいつね、はい、お化けですよね。そうだね、そうですね。さあ、まだまだいくよ、よっしゃまだまだ行くよ。ちょっと僕らのどんどん上げていきましょう。どんどん上げていきましょう。2年の思い出はいっぱいありますからね。まあそうですね。おー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 、はい、イカちゃん。あ、イカロス。イカちゃん。イカちゃんですね。これも最近じゃあ桜くん思い出あるじゃん。いや、イカちゃんは思い出か。記憶に新しいけどね、この間の俺たちのレイジが。俺たちで使ってましたね。イカちゃんは多分進化させてない気がする。生かしきれてないかと。まあね、あのネクロじゃないや、ネメシスのね、うん、進化フォロワーとして、はい、まあ非常に優秀な。まあね、カードの説明だし。はい。まああの、セリフがいいっすよね。そう、セリフが。カード歴史を変えちゃうわ、つって。これね。あとね、イカロスが実は一番シャドーバースで、はい、一番イラストエロいんじゃないかって俺、ちょっと前から思ってて。そんなですか、これイカロスって。やばくないこれ。あ、くびれと、まあ、ボンキュボンキュボンですね、確かに。でもなんか顔はなんかこうちょっと幼いというかあれですよね、本当シコリティが高いというかなるほど、なんかそう、なかなかシャドーバースのカードって美麗だけど、はい、そっちの方はね低かったりするんだけど、はい、イカロスだけはねもう一番高いかもしれない。はいはい、じゃあ岩田さんの趣味に合ってると思います。合ってる。なるほどね。タンクトップってのもいいしね。はい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 。思い出とかもあるんですかね、じゃあ。まあでも気候力くんとできてるんじゃないですか、この子って。あ、そうなの？あ、そうなの？いや、わかんないですけど。あ、そうなの？あの、ボイス、専用ボイスあるんで。ああ、あ、あ、そうなんだ、特殊ボイスで。私の発明すごいでしょって言いますよ。あ、じゃあ二人は。いい感じなのかもしれない。いや、わかんない。その結局、ね、その時しかわかんないんで。気候よくそんなイケメンじゃないからさ。いけるいけるじゃないか。はいはいはい、はい、はい。あ、そういう感じですね。うんうんうん。はい、イカロスね。なるほどな。ちょっとそろそろさ、シークレット出したいんだよな。早えだろ。そろ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 、でも結構シークレット出したら相当だよ。もうだって 1,2,3,4,5,6 もう7パック回してますよ、だって。そろそろ。お？これ思い出しかないカードやん、もうこんな。いや、じゃあいいじゃん。こんな思い出しかないやん、こんな。なんだ、俺やったやん、これ罰ゲームで。卵の爆発。そう、卵の爆発、大爆発ね、俺たちのレジでやりましたわ、これ罰ゲームで。よかったね、引くね。これ俺が引くか、これすごいわ。すげえな。これワンドリだっけ。これはワンダードリームズ、はい、ワンドリです、うん、ワンドリでね、これやって、俺そのままあのシャツ、その時シャツ着てたんですけど、シャツのボタン取れて、うん、取ったね、その取れたまま、あれから一回も着てないですからね、ほんとにもう罰ゲームでやったよ、やった、だと、うん、俺一回昆布かなんかで採用してたことある。そうでしょ。何見てたんですかそれ。でも目視がもうなくなってみたいな。あー、その時からね。そう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 、うんうんうん、まあでもプロトバハムートこいつ同じだから。あ、まあ確かに、あ、確かにそうね、
7コスアクセラで使うと、アクセラで使うと卵の大爆発、そう顔1点入るけど、10コスで使うとまあ普通にバハムート、確かに、9か9、9、9コスでしたっけ、そっかそっか、はい、スピックがテミスと呼ばれてるね、あ、ね、マチルダ、マチルダ、マチルダね、これね、いやもう最近、はい、なんかね、ファミツアップの記事で、はい、ナーフ予想、この6月末にされる、うん、ナーフ予想をアグノムさんに書いてもらったんですけど、うん、まあ、フィルレインがナーフされるだろうと、うん、でスタッツが高すぎる、うん、213、うん、でアグノムさんは、はい、その記事だと、はい、211にしようと、うんうんうん、そうしたらマチルダと同じやんけと確かにね、211マチルダ、うん、そう確かに、で吐息を入手できる、うん、で、ま、マチルダはファイアリザードを手に入れられる、うんうんうん、はいはい、だけどフィルレインは進化時22のまま、うん、進化時1プラス1ですね、うん、まあ、マチルダは33、うん、っていう思い出ですマチルダすげえ強いんじゃねえかっていう話です実はマチルダさん、ね、実質フィルレインってことですねそう、実質フィルレイン、なるほどね、いやでもマチルダっつったらね、やっぱり何でしょう、現象、うん、ファーストガンダムって感じがするんですよねマチルダ、ね、マチルダさんっていうのがいるんでね、まああとあれですね、レイジで使ってたね、はい、マチルダさん使ってましたね、現象とかでデイ2に行った時の、あの時でしたっけ、岩田さんがデイ2でめっちゃ現象とニュートラルエルフで、そうだ、行った時って、ほんかほんか、マチルダね、使ってましたね、ほんかほんかほんか、いただきます、うんうんうん、きたー、マジ何のカードかわかんねえの来たよ、これさあ、はい、天空城、天空城来ました、はぁ、あ、はぁはぁ、さあ、思い出、こいつね、失踪つくんすよね、ね効果書いてねえな、カードの説明になってる、効果書いてないですけど、効果書いてないの、書いてない、ほんとだ、これですって、あのカウントダウン15で、うん、あのフォロワー出るたびに減っていくんですけど、うんうんうん、これラストワードで失踪つくんですよ、持たせるんですよね、失踪と10だっけ、11かな、なんかそのパワーアップさせて、みんなが、うんうん、研究したけど、うん、断念したっていう感じだよね、うん、これ第何段だっけ、これはこれはバハムート降臨、バハムートか、バハムートですね、ってことは落ちてる、もう落ちてますね、もう落ちてますね落ちてんのか、ゴールドレアでね出た時はちょっとおーってなったけどね、一瞬スカイフォートレスに見えるけどね、確かに、なんかラストワードで天空城を出すバルツみたいなやつとかいたら使える、うん、ついでになるほどね、サンサンにラストワード天空城出すみたいな、あー、それついでに出てきてくれたら強いかもしれないですね、まあ確かに確かに、ついでのカードだよね、はい、なんで今度ついでに出てきてくれることを、まあ、あるかもしれない、祈ってます、うん、あるかもしれません、ありがとうございます、ありえるありえる、よっしゃ、そろそろシークレット、シークレットカード来い、来た、来い来い、おおおおお、かっこよ、これめっちゃかっこいいカード引きましたよ、じゃじゃん、うん、グリーブリン来ましたね、お前でこそ軍人、踊り狂う暴風、グリームリルが来ました、本当ね、はい、まあ、グリームリル最近でもあんま見ないよね、最近は最近見ないですね、うん、でもこれさ発表された時の桜井くんのさ、はい、もう考察がさ、はい、いやこれはやばいって言ってたよね、あでも見た瞬間ね言ってたでしょまあだってこれ顔相手のリーダーにも入りましたからね、4点顔4点もやばかったこれ出してるだけで勝てたもんね、そもそも323の323守護っていうスタッツがこいつが初だったんですよね、うんうんうん、あそうだそうだ、エンシェントエルフはいましたけどね、当時ダメだったんですよそれやっちゃってた、うん、そう当時のパワーバランスだったね、うん、そっかやっちゃダメだった、まあ、一緒に頭部とか出てきたからよかったんだけど、うん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 えワンドリっすよね、うん、これはテンペレスト・オブ・ザ・ゴッド、パミガミのソーランか、あ、そっか、ゼルとかから出てきたか、うんうんうん、でも確か、これでグリムニル入った時にサンダメスペルとかも結構一緒に出てきた、そう、まあ、確かに、そうですね、ゾンパもでしょ、うん、ゾンパとか、あとかカトンとか、なんか、うん、あ、そうですね、そうそうそう、なんか、とりあえずグリムニルはね、なんだろうな、
でもその頃確かレイジで神々の相談的のレイジで俺これグリームニル持ってった気がする。いや俺グリームニルはマジどのデッキにも3枚入った気がするよあの時。そうね、そうね、そうだよね。入れ毒だったとにかく、うん、入れ毒だった、入れ毒だった。よっぽどアグロとかじゃない限りは、うん、全デッキに3枚入ったと思う。10ターン目で全体4ダメ、さらに顔も4点だった時代がありますからね。グリームニルリーサルしたこともされたことも数えてない。確かにあったわ。ありますね。そうだ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 。いやあの時はね確かね、そうゼルウロボロスがやばかったから、ウロボロスがマジで止まんなかったんですよね、うん、あの時ウロボロス回復もついてたじゃないですか確か、うん、はい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 。でそのウロボロス体力4だからこのグリームリルで倒すけど、ウロボロスがまたグリームリルを上からまたポンって取ってくるっていうシーンがすげえ多かった気がする。そうですね。って思い回復するから、そしか当たってない。そう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 。っていう思いで、はい、でウロボでまた取ってっていう。そうですね、まあだからウロボロス良かったな。はい、グリームリル見た目いいな。いやそろそろシークレットをね、シークレットを出してくださいよ。ちょっと、もうこれちょっとこれいいんじゃないですか、いっぱい開けちゃって。あっ、うん、マジかぶった。あ初かぶり。何かぶりですか。フェアリーさん。まあこれ3積みだから、あと1番欲しい。あと1番初かぶりっす。おお、じゃあ思い出はなしなしってどうぞ開けましょう、開けましょう。じゃあ開けましょう、開けましょう、開けましょう、開けましょう。あとでちょっと編集部に配布するしかないですねこれ。確かに、ね、配布するしかない。みんなで食べましょう。はい、おお、はい、ジュリエット。ああ、ジュリエット。おお、はいはいはい。まあアグロロイヤルからそうですね。まあ本当入れ毒っすよね。入れ毒っすね。今入ってないけどね。うん、まあでも絶対強いよ俺は。なんだっけ、円卓会議からさ、ジュレットが強くねってこう出た当初にさ、そうね、話題になったよね最初。円卓会議やジュレット、いや最初は確定してる人少なかったですよ。あの時さ、タイガーさんでもさ、もうすぐ気づいたよね。でもなんかマーズもいたんで。あ、うん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 。でもそのアグロイですよね。うんうん、だって544失踪ですよ。おかしいな話ですよね。おかしい、うん、いやあれは本当でもやったことよりやられたことの方が多いんで。確かに確かに、うん、結果こいつはだからやだ出てくると。はい。あとなんだっけ、あいつもいたよね、322の兵士フォロワーの方もね。ノービストルーパー、ね、ノービストルーパーもね、はい、うん、そいつの代わりみたいなところにもなりましたね。うん、うん、なんか面白いカードがまた強いっす、マジで引いてました。古ちゃん出ちゃったそれ、ついに。もう来た、もはやシークレットなのではないかぐらいのね、圧のある。これも完全に人気投票に選ばれなかった。そう、選ばれなかったっすね。もこさん落ちたんすよね、残念。トイソルジャー、トイソルジャーこれ見た目はそっかこんな感じなんだよな、怖いんだよね。進化すると、これ見た目こうなんだけど進化するとなんかゾンビみたいなね、ゾンビみたいなね、こういうね、わかるかな、うん、これ怖いよね。だから PV でもなんかあれですよね、なんかすげえこれが印象的だった気がする。あのすげえ大勢で整列してね、そう、こんなモコさん更新してるけど、モコさんっていうかモコさんが更新してる、更新してるんだけど進化した瞬間の絵がね怖くなるのが印象的でしたね。はい、あいつ人形21だっけ、21にすんだっけ、一旦このターン出たあいつ人形を強くすんだよね確か。あ、そうだったかもしれない、うん、2ピックでたまにしか使わないから進化するとみたいな。うんうんうん、いいっすか、どうぞどんどんいきましょう。え、まさかゾンパゾンパゾンパやっと落ちてくれるわ。本当にゾンパこいつもさ、うん、エンハンス7で3体ゾンビ、うん、本当におかしいよね。強い。しかもシナ祝福あった時もやばかったもんね。ああ、ね、その後にゾンパ祝福へ、ね、あったあったあった、でヘクターみたいな感じで止まらなかったっすね。そう、他なんだろうな。え、タイガーさんはゾンパなんでそんなさ、なんかさ、うん、いや、そうだろう、なんかやっと押してくれるわみたいな。いや、もうずっあ、なんかずっとナーフ予想の時俺ゾンパゾンパタイガーさんってなんか結構こだわりあるじゃん、なんかさ、いつになったら僕なんだみたいな。特にゾンビパーティーってさ、ルミナスメイジの2名に関してはさすごいこだわり強いよね。しかもさ、なんでそこみたいな。
なんかちょっと強いカード来たらなんとかパーティーみたいな感じスケパーみたいなことは言ってなかったな。スケルトンパーティーみたいな。いやでも、ね、今はネクラで必要なカードではあった。なんか新しいゾンパをね、出てくるといいですね。これもテンペスト後日なんで、ね、まあ、次で落ちますね。落ちますね、ついに落ちますね、ゾンパが。ネクラ次どうなるんでしょうか。さあ、あともう 5個しかない。これシークレット出ないまであるんじゃないの。これ全然あるでしょう。だってね、だってモコイさんは、はい、想像の前には破壊があるドラゴン。おー、ジェネシスドラゴン。ジェネシスドラゴン、唯一喋るドラゴンでしたっけ。そう、ジェネシス話すんですよね。唯一なんだ。わかんない。天地を壊すとかいうやついるじゃん。結構ドラゴンじゃない。それパフニールだったっけ、うん、あれ喋る結構ドラゴン。ドラゴン何気に喋れるんですね。何気に喋ますよ、多分。ジェネシスのかっけえな。ジェネシスは、本当俺、昨日、うん、ほう、昨日ツーピックアリーナで2連続投げられて死んだ。おー、今やってる。それ強いわ。2周年だね。やっぱりね、はい、思い出、もうほんと最って感じ。すごいカードだよ、これって。いや、今ね、代わりに味だ。17-9だって。17-9失踪って代わりに味でハークはいますけどね。うん、いいけど7手、でもちょっとマイルドになってるからね。味でも味でも、もうポン投げだけでもうスタッツがやばい。確かに。これ俺あれだ、レイジの配信卓で、そう、俺もそれ見た時一応それ出てきた。そうだ、投げてた思考停止ジェネシス。そう、いや、あれね、それが通ってしまうほど、いかれたカードなんですよね。そう、うん、だって、2連続投げれば、進化残ってれば16受けちゃうよ。確かに確かに。そうなんだよな、あれだ。そのレイジの配信卓でジェネシス進化買おうやって、次さらにジェネシス進化顔してデイ2を決めた時に、もうすごいなんかみんなにツイッターとかでもコメントいただきました。いやー、あれ OK。 そう、あのジェネシスマジかっこよかったです。いや、マジかっこよかった。いや、俺とタイガーさん、そうさ、見てたんですよ。で、お互いの手札も見えてて、岩田さんの手札もあって、岩田さんかなり追い詰められて、確か相手はネクロマンサーとかだったんですよ。そう、相手ネクロで、すげえ追い詰められてて、あ、もうこれ岩田さん負けたなとか思ってて、でもジェネシスこういう顔の選択肢がなかったんですよね、普通にみんな。岩田さん、そのね、あの緊張の中、ジェネシスで顔にジェネシスを投げるっていうのね、あれで勝つっていうね、祝福もなかったで、それでみんなそのコメントもうおーってなってる状態で、あのインタビューで、勝利者インタビューで、今は通過点です。そう、通過点みたいな感じのかっこいいセリフをね、そう言ってましたね。じゃあ、これ岩田さんにあげますね。はい、思い出深いカード。いや、かっこいい。そう考えたジェネシス。さあ、そろそろ、お、なんだこれ。はい、なになに、すげえ、こんな感じで見たの初めて。はい、宝石のカメ、カメじゃん。そう、カメ。おー、アミュレットと違うから、すごい絵だけがこうね、でっかくなってるから、ちょっと一瞬なんか分かんなかった。すげえ綺麗だな。このカードのチョイスすごくないね。カメだね。はい、なんでウェハースのカードにしたこいつ。でも結構使われてるカードだけど、カメと言ったら、まあでもビショップだからタイガーさんのイメージだな。いや、もうカメはおかしいっすよ。カメはね、カメナーフされると思ったんだけどね。ああ、でもカメありえるかもね。うん、でも、もうないかな。実際強いもん。あいつは535435、コストは忘れちゃったんですけど、35の、はい、で進化時でね、これは進化した時にね、カウント進んじゃうのがね、自分のね、はい、まあ強いよね。そうですね、まあ取られんすからね、3号。昔から強かった、出た当初から。で、頂きの境界を置いちゃえば5ダメ。はい、でも逆にそれがないと微妙なんですよね、そのカウント進まない、単純に2ターンでの3号だと微妙なんだよな。トラーみたいな感じですね。はい、そこまで難しい。やっぱ5って本当取られないんですよね。5は取りづらいっすね。取れない、確かに。はい、こんな感じですね、カメ。さあ、ラスト2。さあ、いよいよ残すところあと2枚ということで、かぶり、お、天空城ライダー出てきた、出てきた、付属で出てきた。じゃあ最後の開けますよ。さあ行きましょう。シークレットは見せちゃってください。出るのが巻きなこい。あ、巻きなこい。ああ、はい、おお、エルプリちゃん。おお、プリンセスメイジー。はい、エルプリは、あれです、生きてるはず。あ、クラシック。いや、生きてますね、こいつは。生きてますよね。はい、はい、エルプリは、いや、生きてねえか。エルプリだって見たことないですよ、ずっと。
エルプリちゃんはスタンウォッチしてました。してました。でも、はい、アリアがいるので、アリアがね、はい、代わりと いますからね、うん、うん。まあでもエルプリは実は結構な可愛さをしてます、うんそう、最初俺さ、エフプリンセス明治って名前覚えられなかったんだよ、ずっと、うん、なんか覚えにくくない？ほんと？なんか初期、超本当の初期、まあエルフもいっぱいいるし、そうそうそう、プリンセスもいっぱいついてるカードいるし、明治も結構いっぱいついてるカード、そうそうそう、合わさってるからね。そう、明治ふーちゃんにはちょっと難しいかも。俺にはちょっと難しすぎた、この名前は。まあでもゴーガードもね、はい、なんかこう、もうフェアリー速攻出してもフローラルフェンサーみたいなもんだし、うんうん、まあまあ、はい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 、もうちょっと貯めといたらめっちゃ強いしみたいな。まあね、確かにね。感じで、とりあえず4ターン目に一番来てほしくないカードではありましたね、相手確かに確かに確かに。エルプリフィーナで OTK されてきました、うん、そうっすね、うん、はい、ね、やっぱりチョモスだよなこれは。確かにこの辺はチョモスこの辺は、はい、フェアリーサークルといい、エルフといったら、はい、チョモスだったなエルフイネスメージで言ったら、うん、まあ3枚採用ですね。はいはい、ということで、はい、1箱20袋、うん、全オープンして、はい、20枚ダブリが2回ですかね。そうですね、ありましたね。岩田さんがちょうどかぶっちゃいましたね。はい、やっぱりレジェンドが2枚しか出てなくない、はい、実はアーサーと異形だけ。確かに、レジェンド出にくいのかな。やっぱちょっとレジェンド、あ、ちょっと待って、もう一個あった。うそ、え、ごめん、何やってんの。開けようとしてたら、なんか俺開けてないのか。おーい、まだいるよ、まだいるよ、まだいるよ、まだいる。何やってんの。おー、そう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 、ここで出ちゃうんじゃない、ちょっと。まだいたわ、今片付けてたら、なんか未開封のやつが出ちゃう。あはい、揃いましたわおー、はい、オデットオデットとね、オディールがね、はい、はい、揃いましたね。ちょっとね、これとこれがね、はい、これがね、忌まわしくは白の鳥、はい、汚らわしくは黒の鳥はいはいはい、ですね。オールドレアね。オデットどうなんだろうな。オデットさ、回復で強いからね。いや、次ワンチャンある。次でね、まあ、今また天候がちょっと強いしね。 PV 出てたから、こいつ、うん、うんうんうんPV 出てた、さっきのはそうだね、オディールと一緒に出てましたねありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、はい、全20袋開けて、かぶりが2回なんで18枚、18種類、はい、で出てないのがクイックブレーダー、はいはいはい、ダークジェネラル、クイックブレーダー、国士の仮面、はい、フロー、はいはい、ジークフリート、変異の雷撃、アザゼル、うん、アザゼルかっこいいな。メドゥーサ、フォルテ、デウスエクスマキナ、ロキとシークレットだ。とシークレット、シークレットは何なんだろう。バハだよ、バハムとかな。バハムだよ。いやー、うーん、木村ゆいただろ、木村プロデューサーどうなんですかね。はい、といった形でね、はい、多分皆さんこちらコンビニとか、うん、あ、ネットとか、僕はネットで注文しましたけども、はいはいはい、購入できますので、まあ揃えてね、うんうん、遊んでみてください。あとで勝負します、このカードを使って、このカードを使って勝負、あ、やる、ちょっとどうアーサーからな、異業出したら勝ちみたいなとこあるよねアーサーから除去ないからね。アーサー何も出てこないな卵の大爆発が一番強いんじゃない？異形か、異形が最強か。はい、といった形で、はい、まあちょっと長い動画となりましたけども、はい、まあ流し見というか、はい、ラジオ程度に皆さん聞いていってください。はい、それではじゃあ、うん、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ウェハースはスタッフが美味しく食べました、はい、さようなら、さようなら。くじけた